本日はね、土曜日なんですけど、おそらくこの1日3便の貨物の3便目だと思いますけどね、DD40 がおりますので、ちょっとね、見に来ました。今のところ運転手さんもおられませんし、エンジンもかかってない状態ですね。この機関車は昭和の40年ぐらいにできたんですね。西濃鉄道専用のために作られたもので、それまでは B6 という蒸気機関車が走ってました。ですからそれの置き換えとしてね、この DD40 が2台ありますね。まあ、古いものですけども、見ての通り非常に大事に使われてますので、綺麗な感じですね。矢橋保機ですね、新日鉄行くものですが、それと今 EF200 ですかね、ちょっと逆光ですのでよく見えないですから、それが来て何かこう音を出してますね。まだ出発まで時間があると思います。先ほどのね、安楽寺踏切を反対側に渡ってきた場所ですね。真ん中におるのが JR の EF210 と、そして右側に DD40 ですね。機関車の向こうに姉崎機関区と、そして先ほど私がうろうろしょったような場所と、奥の方に煙が出ていますが、あの工場群に向かって比留井線の線路が通ってましたね。そしてこちらの方向で安楽寺踏切ですが、ちょっと逆光で見づらいですかね。先ほどのレトロな倉庫で、ここはね、駐車場になってますが、今現在ね、あの枕木なんかが埋まってまして、ですからかつてヤードでしたね。ですから今よりももっと広いヤードがあった時代があったですね。何かこの目の前の EF がね、このエンジン音のようなものを出しておりますけども、どうでしょう、もうじき出発ですかね。この目の前の DD40 ね、せっかく近くで見えるんですけど、逆光でね、撮りづらい状況になってますね。そしてお隣の EF ですね、そちらの方は今出発してきました。ゆっくりゆっくりですね、本当に非常に長い矢橋補給を引きましてね、これから新日鉄の名古屋工場まで行くわけですね。補給が行ってしまって、ヤードにはこの DD40 のみがね、残されております。
機関車の横ですね。線路を2本ほど挟んでみかんの木が大きいですね。その向こうが姉崎機関区ということですね。もうだいぶ日も傾いてきましてね、夕方の最終列車が今行ってしまったということですから、あとはこの DD を片付けに職員の方が来られると思います。キャブの中央にライト1灯、それからラッパですね。基本的にこの列車はね、夜間走りませんよね。まあ冬なんか朝方は電気をつけるときはあるかもしれないけども、まあライトはいらないということでしょうね。でね、うまく取れないですね。こんな感じでやっとこそですかね。そしてみかんの木と姉崎機関区と、どうしてもね、ちょっと逆光でうまく多分見えないと思いますんで、まあ今日は仕方ないなということで、あとは全体にね、この美濃赤坂広大なヤードを見ましてね、終了したいと思います。